マシュマロだー。どっちだった今。今はどこにおるかって言ったらカラオケに行けるやんか俺ら。他人のカラオケ部屋に勝手に押し入って勝手にシャンパンゴールやったのかっていうね、ぶっ飛んだ企画なんですよ。ちょっと怖いけどな、喧嘩になるかもしれへんし、このシャンパンを使ってシャンパンゴールやるんやけれども、知らない人にいきなりやるってことやから、コストのトーク力も試されると、流れで持っていってしまって、俺たちの店のようにね、その空気を変えようや。取り入れるぞ。ということで初めてのシャンペーン企画、楽しかったんですけど、はい、カラオケです。